はい、どうも、こみです。今日はですね、カンクラのリーグ戦からですね、見ていこうと思っていますが、ファイアボールですね、ちょっと今回のリーグ戦、何本かに動画を分けようと思ってます。まあ、見てわかる通りですね、ものすごい激戦です。42、3ぐらい取ったんじゃ、普通に負けるっていうレベルの戦いが続いていて、かなりね、シビア、これチャンピオン2にいるんですけどね、1位だった時とほとんど環境変わんないですね。2も1ももう、レベル的には、星1個とか多分2個、1試合ごと、違うか違わないかぐらいのレベル感じゃないかと思うんですけども。まあ、なんで、前回いっぱい生まれてるんですね。なんで、その前回の中でも特に再現性高そうなものってのを今回ね、たくさん凝縮していこうと思って、何本かに分けるつもりです。で、今日はファイアボールを見てきます。で、ファイアボールは、これまでも何度も動画にしてますけども、その中で、結構ね、奥の方に打ち込むパターンをたくさん見てきたと思うんですね。なんだけど、今日はちょっと手前側に落とすパターンを見てみようと思います。これ何がいいかっていうと、村のその配置にあんまし影響されないアタックなんですよね。で、実際この攻め方っていうのが、レジェンドの上位陣でガンガン今増えてきてるみたいで、覚えておくとね、かなりいい攻め方になるんじゃないかと思うんで、まとめてみようと思っています。ではですね、早速行ってみたいと思うんですけども、これやってるのがこよみんさんですね。もう今日は完全にこよみんさん特集になります。で、まず1本目はこれ。ですね。スーパーネクロを基本的に全部使ってるんですね。この編成もちょっと見ておいてほしいんですけども、ね、スパネク3ですね。で、ドルイドが8。まあ、これはヒーラーでもいいかもしれないけど、ヒーラー使っちゃうところね、対空砲があった場合にちょっと苦しくなったりするんで、ヒーラーは使いにくいんだと思います。で、飛びはこんな感じですね。キングこれ、クイーンがこれで、グランドウォーデンこんな感じで、ロイちゃんこれって感じですね。で、まず手前側のところにね、ドーンとファイアボールを落とします。で、それを落としたら、その逆サイド側っていうのかな、ちょっと書いたまま分かりやすいかね。ここに落とすじゃないですか、ファイアボールを。したら、まあ、こっちのサイド側に投下弊社をここに落としますね。で、その間の部分からスパネクをダーッとこう入れていくって感じです。で、スパネクに対しては適宜ね、ドルイドを追加していく。今これ全部ドルイド出してないんですよね。8体いたうちの今4体を出してるんですけども、ドルイドのこのね、青いゲージ、これが、全部ね、使い切られてしまって、使い切られてしまってというか、なくなってしまってとかな、なくなって、で、回復ができなくなるようなところでこう追加します。今これ1体追加しましたよね。で、こんな感じで、ドルイドが変化した後のそのクマさんも当然火力として使っていくっていうの、そんな感じのね、使い方をしながら、スーパーネクロとこのクマを後ろからドルイドがレイジジェムに乗って回復するっていう、パターンをね、ずっと繰り返します。で、それをしながらゴリゴリ攻めていくんですけども、この攻め方、あんまりファイボーが難しいっていう風に、見えないじゃないですか。そこがね、すごいと思うんですね。だからファイアボールを使った時って結構、奥の方に落としてバックワードを取るっていうのが、まあ一般的に最近よくやられるパターンになってきてるのは皆さんご存知だと思うし、僕もそういう風に使うもんだとばっかし思ったんですけども、見てもらうとこれもう余力すごいですよね。ロイちゃんとクイーンの能力残していて、で、スーパーネクロもね、一体生き残っていて、後ろからまだドルイドが、回復をね、続けていると。ヒーロー全域残ってんのかなこれ。あ、生き残ってますよね。っていう感じです。スーパーネクロも2体か。ものすごく爆破になってるんですね。爆破になってる理由は単純にスパネクをばらけさせずにど真ん中にぶち込んでるからってこれだけなんですけど、それをね、やっぱするのに適した配置がこういう配置なんですね。これ、アンチルートライダー配置ってやつですよね。ちょっと配置だけ見ましょうか。こういうの。真ん中にタウンホールが、独立して、独立っていうか、まあ、こうね、あって、で、その脇にね、この部分、このドーナツ型のこの部分に、強そうな配置がこうね、たくさん並んでいる。まあ、こういうような配置ですよね。これアンチルートライダー配置だと思うんですけども、典型的な。こういう配置に対して、ファイアボールをぶっ刺すことで、そんなに大きなアドバンテージは取れなくても、ユニットがちゃんと、一定方向に回ってくれることによって、事故が起きない。事故が起きないから、ハードモードじゃない、このノーマルモードにおいては、非常に、全開の角度が高まるってことですね。今の、この環境って、まあ、僕はそう思うって感じなのかもしれないけど、ミスしなければ全開になるんですよね。逆にミスしたら全開取り逃しちゃうっていう環境だと思うんで、これもそうですね。この反撃砲にドーンと打って、相手のアーチャークイーンと、この長弾大砲、これを壊したぐらいです。これぐらいなんですよ。本当にこれぐらいの、ファイアボールしか、やってないんですね。で、逆サイドからキングと、投下弊社を出して、で、スーパーネクロライダーたちに、一瞬ね、これは、なんだ、あれ、インビジブルね、ごめん。
インビジブルかけましたね。でかけて、で、シングルインフェルノにやられそうだったんで、一回タゲを外しましたと。で、ジャンプ使って真ん中にユニットを進めていって、後ろからはドルイード。で、アージャークイーンも中に本当は入れたかったんだけど、これ外周歩いちゃったって感じですかね。はい。これ本当はね、中に入れておくとよかったですね。中にしっかり入ってもらうと思ってよかったんだけど、ってところ。キングもワンチャンこれ中に入れる形で出していたのかな。そんな気がしますね、なんとなくね。はい。で、まあ、中央部分はキングがまあ予定通り入ってくれているので、これはね、ど真ん中で。一気に能力使って暴れてもらって、で、残ったところをちょっとね、ネクロと足で回収していきつつ、まだまだ、このネクロたちには仕事してもらうよーっていうところですね。外周部分、ロイヤルチャンピオン出してないんで、こいつも出していきながら、きっちりと回収していくという格好にしています。いや、ほんとね、サクッといけちゃうんですよね。だから、本当に、事故がないで、多少事故ってもスーパーネクロって、致命傷になりにくいんですよね。体力高いから。で、今みたいにシングルインフェルノにたぎられたら、フリーズなり、あとはインビジブルを使って、一旦竹を外してあげて、で、いるうちにユニットたちがどんどんね、先に進んでくれるんで、そのシングル壊してくれて、って、まあ、繰り返しですね。最終的には、ね、アーチャークイーンのこれはヒーラー人形かなから出てきたヒーラーも回復に加わり、もう盤石の体制で、着地地点十字方向かなここですね。に向かっていくっていう感じです。ファイアボールで壊す施設のアドバンテージって全然なかった。ですよね。まあ、全然ないけど語弊がありますけど、まあ、それは多少あるんですけど、アドバンテージを取るためのファイアボールじゃないんですよね。あくまでサイドカットをきちんとする用のファイアボールっていう風に、認識する方が多分よくって、で、それをすることによって、時間が短縮できるんですね、このサイドカットの。なんで、スーパーネクロマンサーの一番の弱点である時間っていうところを巻くことができると。今のこれ、この攻めってもう2分15秒ぐらいじゃないですか。で、こういう時間で、スパネクを使った全開が成立する。で、スパネクは基本的に、タウンホール12から使えたと思うんですけど、これ、基本的にはないか。まあ、使えたね。普通に使えるんですよ。で、昔から言われたのが時間が足んなくなっちゃうこと。なんだけども、この時間が足んなくなる事態っていうのを、すごく簡単な方法で、こう解決できるっていうのがね、この、ファイアボールを使ったスパネクですね。ラスト行ってみましょう。これも2分30秒ぐらいの展開になってますね。こういったちょっと変則的にも見えるような村ですけども、ファイアボールをドーンと一気に打ち込んで、もう速攻でここにクエイクって、対空砲じゃない、クロスボウか、を壊しますよと。で、どっちに回すかですよね。まあ、スパネックたちのルートをより、強制しやすい方に入れればいいんじゃないかと思います。今回で言えば、こっちから回しちゃうと、ここの壁をまず開けてあげなきゃいけない。で、ここにジャンプを打ったところで、ここで止まっちゃうんですね。どん詰まりになっちゃうんですね。これ、どん詰まりに。そうなっちゃうので、下方面からこう入れていくことによって、ここの壁を開けることができれば、ここにこうジャンプを打つことによって、奥までこう入ってくれるじゃないですか。なんで、奥までネクロが、ジャンプ1枚で入れるルートっていうのを多分狙ったんじゃないかな、というふうに思います。で、逆サイドからは、投下兵士ですね。で、しっかりとカットをしてあげて、中央部分にキング、あとはアーチャークイーンを入れていくっていう感じの攻めですね。で、防衛軍の中、あと、攻撃の援軍の中身はルートライダーを入れていますね。こいつらを入れる理由は何だろうな。バルキリーとか、あとはスーパーホグとかでも良かったような気はしますけどね。こっち側に、ロイヤルチャンピオンを出せば結構強そうに見えるんだけど、そういう風にはしなかったですね。で、中心部分に入っていったユニットたちに対してドルイドと。でもドルイドって結構足速いんだね。今なんか見たけどさ、すごいスピードでバーって中心部分に向かってきましたね。これあんまり気にしなかったけど、案外ドルイドって後出しをすることを、前提として作られたユニットなのかな。この、中央の部隊に合流する速度を見るとね、すごい速さで追従するんで、回復の遅れがないんですよね、そのヒーラーに比べて。ヒーラーって結構、アーチャークイーンとかが前に行っちゃうと、回復が遅れてアーチャークイーンがね、ダメージ受けまくっちゃうってことが、まあ、多々あるんですけど、なんかドルイドを見るとそれがあんまり感じられない気がするな、そんな気がしました。はい。で、このままね、ロイヤルチャンピオンと、ね、スーパーネクロたちでゴンガンをしていくっていうところですね。壁焼け役のルートライダーが、もうこれそんなに入ってない、さっきの援軍で出てきた部分しかいないので、ここから先少しね、壁に捕まるんですけども、まあ、そこをロイちゃんがね、なるべく、最後までこう、活躍するように守るためのインビジブルですね、打っていくっていう感じです。能力発動してもさすがにちょっとこれ最後まで行くのは無理かな。ここで能力発動してホグを出しながら、ヘイスト役の効果を出しますけども、いけんのかな、これロイちゃん一体で。あとフリーズ1枚。ここでフリーズは使えないよね。そうですよね。あー、いや、強いな。ロイちゃんが強いわ。最後までロイちゃんで持ってきましたね。はい。
というわけでですね、手前側にファイアボールをポンと打ってあげるだけのスーパーネクロ、これ今ね、すんごい世界的に流行っているようです。で、まあ、これをね、今回小泉さん使ってくれていて、一回時間切れになっちゃったのかな、多分壁に捕まったかなんかで。で、それ以外はもう、もう本当に簡単そうに見える攻め方でサクサク全開取ってるので、当然ね、シャンプー1でも全然使えると思うし、もういろんな大会とかでも多分使えるテクニックだと思うんで、これはね、ファイアボールを使ってる人絶対覚えておいた方がいいテクニックじゃないかなと思います。ということで今日はですね、ちょっとセオリーとは違う手前側に落とすファイアボールのすごい簡単な、全開取り方っていうのをね、話をしてきました。どうだったでしょうか、これぜひね、初心者の方に特に おすすめな戦術だと思うんで、使ってみてほしいなと思います。で、次はね、今度奥面に放つファイアボールも、まあ、当然見ていきたいと思うんで、まあ、今回の動画と比較して次のね、奥面に落とすファイアボールの動画もぜひ、見比べてもらえたらというふうに思います。2日後にね、アップしますんで。はい、ということで、今日の動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。では、今日も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。